はい。ということで、皆さん、こんにちは。神奈川です。今回はですね、まあ、結局のやつやってもいいんですけれども、僕はですね、この場合ですと、上野東京ライン好きなんで、これでやっていきましょう。通信量が重くなることがあります。まあ、別に構わないです。じゃあ、やっていきましょう。201系だね。毎回ね、なんか上手じゃないんですよ、これは。音大丈夫そうですね。あ、大丈夫ですね。じゃあ、やっていきます。毎回思うんですけど、これすごいですよね。なんかこの、確かに画質ちょっと荒いですけど、でもなんか十分ね、やってる数はありますよね。この電車は上野東京ライン。上半線直通、土浦行きです。グリーン車は4号車と5号車。グリーン車をご利用の際には、グリーン券を購入します。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますので、ご了承ください。次は上野です。This is an 上野東京ライン train for 土浦 via the 上半線。で、気づいたんですけど、やっぱ K460Hz っていうのは、低編成確かに、東海の湘南色でもありますけど、あれは K07 とかっていう、工事の品質なので、460はまあ確実にね、常磐線かなと思いますね。まあ放送でも言ってたのもそうなんですけども、ね。まあ当然ですけど、上野東京ラインはね、京浜東北線よりも、駅間が長いので、結構3キロぐらい走るみたいなんですよ。長いですよね。41分と、ああ、でもこれあれか、ループ線だから、ちょっと計測の方がいいのかな。あれですよね、上野着く前に一旦計測になりますね。ごめんなさい、あんま行ったことないんでわかんないですけど。まもなく、上野。そうですね。上野。お出口は左側です。今、ここで、新幹線、山口線、京浜東北線、こうなって、宇都宮線、高崎線、このリズム、このリズムですね。絶対早く着くな、これ。31分着でしょ。多分、停車もほぼほぼ1分くらいなんで。で、ここでちょっとスピード上げる形かな。でもまだ2分あるんだよね。もうちょっと長いんですよね。まあ安定感でね、止めたいので、これぐらいの速度はいいでしょ。なんかもう回送列車とか終点間近で停車するみたいな、それぐらいの速度ですね。だってまだあと1分あるんですよ。相当速度落としますか。10キロ圏内で、ちょっと厳しいかな。なんか厳しそうですよね。
時間帝国の方がいいですもんね。さて、結構かなりね、あの前回待ってたんで。いやー、っていうか 1.7 メートルあれだ。あれまあ。あ、でもまあ安全第一ですから。安全と時刻が第一なんでね。まあ、よかったんじゃないかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。